本日は石田加奈子プロに来ていただきました。よろしくお願いします。今年はヘッドはちなみに何で使って、今何使ってるんですか？ピンの410プラスのドライバーを使っていただいて、あ、ちょっとヘッドってなんかこっちの方に見せてもらってます。ヘッドがピンの、あ、はい、ありがとうございます。で、一番今しっくりくる合いそうなのが今スペック、アサルトアタックの、はい、50R。 言わされてる、そんなことです。ちょっとこう打ってみながら、はい、良さとか言ってもらえるとありがたいので。感じで初速60超えてきてるんで、いい数値は出てますね。いい飛ばす筋ですね。普段からこういうドロー系の球なんですか？はい、持ち玉で。このドロー系っていうのはこの組み合わせのクラブで打ちやすいですか？はい、打ちやすいです。自分のスイングのタイミングに合ってると思います。私は結構溜めて打つタイプなんで、あんまりしなりすぎると戻ってこない。その分すごくしっかりしてるんで、こう振りに行ってもそんなにプッシュアウトしないで戻ってくるんで、すごく安心してくれます。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今までのシャフトとのなんかこういうところ違うなとかありますか？なんか前は結構柔らかかったのと、はい、あと軽かったんで右に飛び出すミスが多かったんですけど、はい、だいぶ右に出るのが減ったんで、すごく打ちやすいです。やっぱアマチュアとかの人もこうよく右のミスっていうのが結構やっぱ出やすくて、うん、嫌がってるんで、まあ、そういう人にも合いそうな、はい、だと思います。あ、よかったです。ちなみに今年はなんか台湾ツアーとかですかね？はい、今年も台湾ツアーに参戦しながら、10月、11月のプロテストに向けて練習していく予定です。ちなみに去年のプロテストも惜しかった。2打足らず、1打足らず。あ、すごい惜しかったですね。惜しかったです。今年はもう楽勝で、はい、まあ、会場もまた変わるんで、まあ、みんな上手いですし、まあ、若い子に負けないようにバシバシ飛ばして、はい、行きたいと思います。ありがとうございます。で、今年は、まあ、台湾ツアー行ってプロテスト、はい、で来年はレギュラーツアー。そうです、 QT10 行って日本のツアーに戻ってこれるように頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。石田加奈子プロでした。ありがとうございました。